ヘルツェグボスナ・クロアチア人共和国の旗軍事演習中のハボ兵士クロアチア防衛評議会はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中に設立された軍事組織である。マテボバによってボスニア・ヘルツェゴビナ国内にて建国が宣言されたヘルツェグボスナ・クロアチア人共和国の軍事組織として1992年に設立された。クロアチア権利党を母体とする 軍事組織クロアチア防衛軍をはじめとする他のクロアチア人の武装組織は徐々に解体されクロアチア防衛評議会へと合流していった。紛争終結後の2005年ボスニア・ヘルゼゴビナ軍に統合された。なお、本校ではボスニア・ヘルゼゴビナにおいてムスリム人がボシュニャク人と言い換えられる前の歴史的な記述についても断りなくボシュニャク人の故障を使用する。 クロアチア大統領のフラニオ・トゥジマンとセルビア大統領のスロボダン・ミロシェーィッチとの間で秘密裏に行われていたクロアチア人とセルビア人によるボスニア・ヘルツェゴビナ分割交渉は1991年3月には始まっておりカラジョルジェボ会談と呼ばれるボスニア・ヘルツェゴビナ中央政府が独立を宣言するとセルビア人勢力は独立に反対してボスニア・ヘルツェゴビナ国内で 武装攻撃を始めた。これによって、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は、その領土全域を統制できない状態となった。セルビア人勢力は、セルビア人が多数居住するすべての地域を、ボスニア・ヘルツェゴビナから切り離すことを望んでいた。フラニオっジマンも、また、クロアチア人が居住する地域をボスニア・ヘルツェゴビナから、切り離して確保することを目指していた。 フラニオ・トゥジマン島地下のクロアチア本国のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争への関与は常にクロアチアの領土をボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチア人地域へと拡大するという究極の目標に向かうものであった。ボスニアのボシュニャク人はボスニア・ヘルツェゴビナ政府に最も忠実な民族であり、ボスニア・ヘルツェゴビナの解体を狙うクロアチア人勢力やセルビア人勢力の標的とされた。当時、 ボスニア・ヘルツェゴビナは独立して間もなく、同国の正式軍は、軍備も兵員の訓練も不十分であり、戦闘に臨む体制にはなっていなかった。1991年11月18日、クロアチア人の民族主義政党、ボスニア・ヘルツェゴビナ・クロアチア民主同盟のマテボバニア・ダリオ・コルディッチが率いる強硬派は、ヘルツェグ・ボスナ・クロアチア人共同体の設立を、 宣言した。この共同体は、ボスニア・ヘルツェゴビナ領内にあって、政治的、文化的、経済的、領域的すべてにおいて同国から独立した存在で、あるとされた。クロアチア防衛協議会は、1992年4月8日、グルデニで、ヘルツェグボスナクロアチア人共和国の軍事組織として、結成された。ボスニア・ヘルツェゴビナ分割交渉をきっかけに、 クロアチア人勢力とボシュニャク人勢力との間で武力衝突が勃発した。紛争が始まった1992年からボスニャ側との停戦が合意される1994年までの間、クロアチア防衛評議会はヘルツェグボスが地域のクロアチア本国への返入を目指し、地域を民族的に純粋にするために、ボシュニャク人の市民に対する一連のラッシュバ警告の 民族浄化などの蛮行に携わり、また母子虐人やセルビア人の市民、兵士を強制収容所で虐待するなどした。1994年、アメリカ合衆国が仲介して締結されたワシントン合意に基づいて、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍とクロアチア防衛協議会の間では、戦闘が停止された。ヘルツェグ・ボスナ・クロアチア人共和国は、ボスニア側と統合され、 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦となった。合意は、ボスニア大統領のアリア・イゼトベーゴビッチと、クロアチア大統領のフラニョトジマンによる、スプリット合意によって、再確認された。合意では、セルビア人勢力と戦う、クロアチア防衛評議会とボスニア政府側との、戦闘停止と、十分に訓練、装備されたクロアチア軍の投入によって、ボスニア紛争の戦局は大きく転換した。 これは、後の嵐作戦の成功につながり、嵐作戦によって、クロアチア領内で一方的に建国された、クライナセルビア人共和国は制圧され、20万人のセルビア人住民はクロアチアを追放された。クライナセルビア人共和国の制圧によって、セルビア人に包囲されていたビハチの包囲を解き、ビハチで包囲されたまま3年間にわたって、 戦い続けていたボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍第五、軍団と合流した。ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍、クロアチア共和国軍、そしてクロアチア防衛協議会の合同作戦によって、さらに、セルビア人勢力への攻勢が続けられた。また、NATO による、セルビア人勢力に対する空爆も、対セルビア人の軍事行動を助けた。クロアチア防衛協議会の T-55、 グラモツの SFOR の射撃訓練場にて、1995年11月21日、アメリカ合衆国オハイオ州のデートンにて、クロアチア人、セルビア人、ボスニア政府の3者による、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の最終的な和平合意で、ある、デートン合意が結ばれた。これによって、ボスニア・ヘルツェゴビナは、クロアチア人とボシュニャク人と主体とする、 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とセルビア人を主体とするスルプスカ共和国の二つの構成体によって形作られることが決まった。ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍とクロアチア防衛協議会はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の軍事を担うボスニア・ヘルツェゴビナ連邦軍の二つの構成要素となった。2005年、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦軍とスルプスカ共和国軍は統合され、 ボスニア・ヘルツェゴビナ軍となった。これに伴って、クロアチア防衛協議会は解体された。クロアチア防衛協議会は四つの作戦区域に分かれていた。それぞれ、南東ヘルツェゴビナ、北西ヘルツェゴビナ、中央ボスニア、ポサビナ地方であった。前三者は互いに近接していたものの、ポサビナ地方は完全に離れたところにあり、オラシエを中心とするサバ川沿いにあり、 クロアチア本国からの支援に完全に依存していた。クロアチア防衛協議会の政治的、軍事的指導者の多くが戦争犯罪の権威によって卒業を受けている。ヤドラン・コプルリッチやブルノストイッチ、ミリボイ・ペトコビッチ、バレンティン・チョリッチ、ベリスラブ・プシッチが旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷にて裁判を受けている。これらは人道に対する罪。 ジュネーブ諸条約への重大な違反や戦時国際法への違反といった戦争犯罪によって卒業を受けている。すでに判決が出ているものは次の通りである。ティホミル・ブラシュキッチ、ムラデンナ・ナレティリッチ、ビンコ・マルティノビッチ、ブラトコ・クプレシッチ、ゾランコ・プレシッチ、ミリアン・クプレシッチ、ドラゴ・ヨシポビッチ、ドラガン・パピッチ、ビラディミル・サンティッチ、ズラトコ・アレスコ・ブスキ、ミロスラブ・ブラロツツコ、 アントフルンジア、ダリオ・コルディッチ、マリー・コチルケズ、ゾラン・マリニッチ、スロボダン・プラリク。これらはすべてイクテてにて決心している。ありがとうございます。